はい、こんにちは。獣ナビタカと申します。囲碁むしろ今日。さっそ、前回ね、バカ部解散危機になりましたが、やっていきたいと思うな、こちら、誰がためにということでよろしくお願いします。というわけでね、獣ナビタカと申します。囲碁むしろ今日。あれ挨拶したっけ？もうよくわかんねえ。まあ、やっていきてんだ。よろしく頼む。終わりに近づいてるのか、意外とまだ中盤なのかわかんないけどね。まあちょっとね、これも含めていろいろ楽しんでいきてると思う。ということで、アイキャッチバケブ。さっそ、バカ部解散っていうね、僕の予想が外れてしまったというシチュエーションになりましたけど、果たしてどうなることやらっていうことで、解散するってどういうことですか？今まで優しい雰囲気が流れていたそれに、冷たい何かがなんかする。一瞬訪れたそれは場を凍らせ、僕の心すらも冷やしていく。やっぱ、あれか、あのクソ父親になんか言われちまったか、任せげ、首をかきってる。なんで急に？いや、絶対嘘だ。だってそれは勉強する必要がないって、この間。怪しい！それは違うよ！それは嘘だ。僕には分かってる。今筋も通っている。理由にしたって文句はつきようがないほどに正しい。無常さんは水木先輩は3年生だ。それを考えれば、文化祭まで部活にいること自体がむしろおかしいくらいである。まあ、文化部系は確かなんか文化祭とかで引退だったっけな、なんか。そんな話はね、よく聞くよね。文化祭で出し物やって、それを最後に引退するっていうのはお話聞いてるけど、まあ、バカ部は違えだろ、おめえ。もともとそんな気なかったくせによ。だから納得ができなかった。きっと部長さんや水木先輩ほどは信じてしまっていたからだろう。卒業するまで、この部活は続き、そして卒業後も、僕らがバカ部を続けていくものだと信じて疑わなかった。これ他のルートだとあれか？いや、むしろこれ共通なんか、いや、共通ではねえだろうな。他のルートでもバカ部解散の危機になるのかな、わかんないけどね。それも含め楽しみだよね。だが今、その信じていた未来を了断されたのだ。バカ部を作った人であり、その部長が僕にその未来は来ないのだと告げていた。そんな嫌だ、そんな嫌です。部長さんから距離を置き、頭を抱えてダダコのように、嫌だと繰り返す。そんな僕を部長さんの目にはどう映っているんだろう。見にくく、ひどく見えた、あ、ごめん、逆じゃん。ひどく見にくく見えただろうが、とても滑稽に見えただろうか。冷たく言い放ったそれは、以前公園で目の当たりにしたあの時の部長さんによく似ていた。そして、今の僕もきっと部長さんから見たらその時の僕と重なって見えるんだろう。だから僕もあの時と同様に食ってかかる。それでも、バカ部を続けると言ったら？はぁー、てか一人消えたら、公式の部活からまた消えてしまうんですけど、とどめの一撃とバカにする言葉が胸に刺さる。それで消えると一歩後ずつ。せっかくの文化祭、やっぱあのクソ父親にやろうか、あのクソじじいがぶっ殺してんよ、やっぱ。首をかっきるだけでダメだよね。やっぱ、うん、やっぱあれだな。リストラされた従業員、元従業員たちに頼んでもらって、下克上をモブレしてもらうか。それが一番いい。僕にはそれがね、一番ね、天国が飛びた。そうすればね、部長さん戻ってくるし、ハッピーエンドだよ。な、部長さんな。ハッピーエンドだろ、それが。この一歩が絶対距離とでもいいかのように遠い。いや、僕と部長さんの間に大きな見えない壁が形成された。崩れされた二人の世界が交わることがないように。部長さんはもう届かないところに行ってしまったんだと頭が知らせる。はあ、なんかやり方が部長さんらしくないんだよな、たくよ。なんか脅されたか、お母さんについてなんかいろいろと脅されたんか。背を向け去ろうとする。まあ、待って。僕の細い声もまた、見えない壁によって消され、部長さんに届くことはなかった。突然告げられた別れ。それに頭が追いつかずに、部長さんの姿が消えるまで、僕はそこに立ち尽くすしかなかった。まったく、せっかくの文化祭だぞ。ほんと、いい気分になったと思ったら、こんな暗い感じになっちゃって。この BGM 初めて聞いた気がするのが気のせいではないでしょうね。ダンと思い切り拳を机に叩きつけて、夏の助吠える。次の日、僕は昨日のことをすべてバカ部のみんなに打ち上げた。悲しげにつぶえた、涼花先輩の声が深く突き刺さる。胸が締め付けられたかのように苦しく、思わず自身の手で胸のあたりの服を強く掴んでしまう。やはり、やっぱ、あれか、あのクソじじいのせいだよな。え？メガネをかけ直し、ゆっくりと水木先輩はため息を吐く。メールと聞き、昨日水木先輩から送られてきた一文を思い出す。賞をお願いします。その言葉の真意を理解しないまま、僕は部長さんと話し、そして別れを告げられた。いや、あれは難しい。頼みますと言われても、あれはきついよ、さすがに。だって、あの部長さん、なんか、頑固そうだったもん、あれに関しては。あれがそれであれなんだよな。だからドイツなんですよ。すいません。え、これもしバッドエンド？いや、まだだ。まだ希望性に早い。まだね、そう。やっていこう。貫いていきたいと思う。
過ぎてしまった過去は戻せない。誰の責任かを考えるよりも、これからのことを考えた方が確かに生産的だと言える。それがその当事者が自分でなかったなら、自分なら止められた可能性があったんだ。むしろそのチャンスを与えられたのが僕しかいなかったのに、そのチャンスを封印してしまった。でも僕は、ワンチャンあった、何がワンチャンあったかわかんないけど、じゃあせっかくあんだけいい雰囲気だったのにさ、こうなるなんて、文化祭せっかくいい思い出で終わろうと思ったら、やっぱ僕って何、なんかせっかく一大イベントとかって毎回何か障害が出てくるっていう、そういった人生を送ってるのか僕は。リアルアビタカがそうだから、もう、くっそ、シンクロ率がほんと高すぎる。シンクロ召喚星足だ。初めて謎の助に敵意を向けられた。胸を刺すような痛みが走り、言葉が出なくなる。無理やり声を出そうとすればきっと出てくるのは涙なのだと分かってしまった。だがこれ以上言い返すことなどできるわけはなかった。両家先輩らしくのまっすぐとした言葉が僕と夏之助の間をすり抜けていく。おーい、やめろ。くー。両家パイセン、お前、こういった、あれか、アビタカのように、いない役割を全うするタイプの獣人だったか、お前は。やりおるマンだ。メガネを抑え、少し悔しそうな表情を浮かべて目を伏せる水木先輩に、涼香先輩困ったような笑いを返した。まあ、本意じゃないでしょうね。絶対クソジジイのせいだよ。くぅ、多分こっちの浴びたがちょっと嫉妬するんじゃねえかな、なんか。何気ない一言だったが、そのことは僕の胸に痛く響いてやっぱりしてた。ダメだ、分かっちまう。最近アビタカのね、こう、心理的なものがね、手取り足取り分かるような気がするわ。だがそれはきっと真実だ。バカも解散すると聞かされたとき、僕はそれが部長さんの本意なんだと思っていた。実際違うんだと水木先輩言う。その一言で、導き出された答えが僕と水木先輩で正反対のものだった。てか、あれは絶対本心な気がしねえだろうって言いたいところだけど、正直そこに直面しまった奴らは、きっともう、テンパってそれどころじゃないんだろうなっていう、そんな気持ちも正直分かっちゃうから仕方がないと思う。それ自体が決定的な差として僕の胸を、災難。結局、同じ立場になれないのだと気づかされてしまう。その問いかけはすでに、答えが決まっているような口ぶりでバカの善意投げかけられた。そうだ、今へこんでる場合なんかではない。後悔なら後ですればいい。悔しいならもっと努力すればいい。嫉妬に似た感情がこれ以上溢れるのを無理やりに抑え込む。今のこの感情だって部長さんがいなければ何の意味もないのだ。僕はあれが本意じゃないのなら部長さんを連れ戻したいです。小さくつぶやいたその言葉が周りに届いたかどうかすらわからない。誰かに聞こえなくても構わない。自分自身に対して言い聞かせたかったのだから。ひどい言われ、それはちょっと思ってしまったけど、まあきっとこれがバカぶなりの愛情表現なんだろうと思う。素直じゃないなと少しばかり苦笑いしてしまう。やっぱこうしてみるとやっぱ部長さんはね、カリスマ性があるということなんですよ。結局好かれてんだよな、みたいな感じですよ。じゃあやっぱ連れ戻さないとな。それでもみんな部長さん連れ戻したいと思っている。やはりここは彼が作った空間なのだと改めて認識する。作った本人がいなければ、きっとこの部活はいずれ風化してしまうことにも僕は気づいてしまった。だがそれでいい。部長さんだけでなくきっと、ここにいる誰か一人でも欠けてしまえばこの部活は消えてしまう。それが入ったばかりの僕や夏之助であっても例外ではない。そんな実はギリギリのバランスで成り立っている部活だが、そういうようにそれは儚く愛おしいのだと思う。現世理想にも似た形のない脆い何かで結ばれた僕だからこそ、僕らだからこそきっとこの部活が必要なのだと思うのだ。というわけで連れ戻しましょう部長さんを。とはいえ、何があったのかね、ちょっとまたいろいろと知っていかないとな。無理やり連れ帰って、はい、それでハッピーエンドなんですかって言った部分は、じゃあまた違えからな。ただ問題解決させるっていうのが重要です。プロセスをしっかり踏んでいかないとな。誰もがそれに賛同している。ここにいる全員が仲間なんだと痛感した。今自分の描く理想がそこにあるのだと強く思えた。さて、問題できるかって言われたら、親子関係は難しい気がするつか、ほぼほぼ無理な気がするんだけどな。やめようと思った理由。夏之助のつぶやきに全員がうなずく。自分より他を、何よりバカ部の部員を大事に思うのが彼である。とするのなら、その原因は僕たちに関係している可能性が大きい。まあまあ解決しているというのは、二重人格を含めて僕らが水木先輩を共有している事実に起因する。だから水木先輩自身が
僕らだけでなく他の人と普通に接すること、日常生活で支障をきたさないことを望むのであれば、それは解決したとは言えない。水木先輩、今の現状満足ですか？もし二重人格が治せるのだとしたら、水木先輩はコンプレックスの根本的原因である二重人格を治せるなら、部長さんそれに尽力するのではないかっていう、まあ一応プラスにはっていう感じかな。まあ、こういったなんかプラス方面での脅しがあったっていうのがあるけど、正直、まあなんかあの部長さんの父親偏見で語るならね、うん、正直印象悪いが偏見で語るなら、で、メタ的に考えるならね、つまり僕が脅されたな。多分僕の卒業後、あの人生詰ませるぞ的なサムシングなことかもしんね。あるかな？なんかそんな無理だね、ぶっちゃけ。それこそなんかもうよっぽどなんか、暗殺するとかそういったことでもねえ限り、いやもう無理だもんな。どうやって人生詰まさせんだって言われたら、おもちゃ会社の社長じゃそんなんできねえよな。裏家業の方だったらワンチャンかもしんないけど、表だったらそんなないと思うんだけどな。まあ、その言葉に水木先輩は彼のことを病気なのではなく一人の人間だと思っていることを知る。長い間自分を。やべ、これもう漢字が読めねえな、マジで。まあ、それでも折り合いがついてしまった今、水木先輩にとっても、もしかしたら、彼はもうパートナー同然関係ないかもしれない。まあ、結構一緒来てるのよかったよかった。あるいは家族、大きい水木先輩聞いたらきっと泣きそうだ。いや、もうバレバレなんじゃないですかね。なんだかんだ感情に素直な彼を思い浮かべ、思わず笑ってしまう。まあ、そうだね。別になんか消そうとは思ってなかったしね。序盤の方からお察する通り。長年付き合ってきたんだ。今思えばそこには確かに何かしらの繋がりができていたとしてもおかしくはない。世話が焼ける弟、部長さんがそう思っていてもおかしくはない。部長さんバカもやめて何をするんですかね。もしくはまあ、浴びたかじゃないのか。どちらかというと、従業員、会社の従業員がいろいろと脅されてるみたいな感じかもしんねえな。うん、もしかしたらバカ部じゃなくてそっちかもしんない。もともとだって奪うとか言ってたもんね。会社奪ってね、いろいろといい方向性に進めたいって言ったから、その会社の従業員とかがなんかいろいろ脅されたりとかしてたならねえ、部長さんの目的は達成できないからね。本末転倒っていうわけじゃないけど、もうそうなっちゃったらもう罪だからっていうのもあったりしてね。社会の縮図？プライドですか？バカ部に入った当初に部長さん自身からあの公演で、この部活自体がプライドなんだと聞いた。でもそれが社会の縮図とどう関係してくるのか、開幕検討がつかない。なるほどね。家族ごっこ、やけになんかこだわるなと思ったら、そういうことだったのね。ごっこって、その言葉を水木先輩静かにうなずいて話を続ける。あれは僕も嫌い、本当は。あいつはマジでモブレ。それぞれが部長さんの考えを汲み取るように、部長さんのお父さんの印象を漏らした。なるほど。バカ部を作った理由を知り、誰もが少し口を閉ざし沈黙してます。僕、てっきりなんか、以前予想した時は、あの、裕福な家庭つか、厳しい家庭で過ごしたから、なんかせめて学校生活をバカしたいみたいな、そんな人生を送りたいみたいなことかと思ったけど、まあそんなことはなかったですね。いやー、珍しいわけでもないけど、まあ阿部高の予想も外れるときは外れるもんでしょう。最近が調子良すぎた。どう受け取るべきかきっと考えているんだと思う。とも水木先輩の声は少しばかり震えていた。きっと利用されていたと文句を言われることも覚悟しているんだろう。それでも身内が突き立てられる言葉の刃はこの上なく辛く苦しい。だからこそ水木先輩は覚悟しながらも恐怖しているのだ。次に来る言葉の受け入れるために、まあ、シンプルイズベストっちゃシンプルベスト？カラカラと笑いながら、ことも投げに、情けに言い放つ涼香先輩に、珍しく水木先輩が、とんきょうな声を上げる。まあ、居場所があるからね。うん、まあ、お互いウィンウィンって関係性でもあったから、オッケーオッケー。まあ、こっちは最近浴びたかも楽しんでることだしね。そうそう、楽しかったなら、オッケーオッケーです。僕？急に僕に話を振られ、ついつい会話の腰を折ってしまった。なんで照れたんだ？ちょっと。それはフレンド的な意味だよな、きっと。ちょっと実は気になってるみたいな。まあまあまあいいでしょう。謎助くんのそういった心境はまたいつかね。裏で知ろうかな。まあもしかして2周目で知るかもしれないけど。慌てをふためく謎助に首をかしげながら一応うなずいてみせた。照れくさそうに、それだけ言うとマフラーで顔を隠してそっぽを向いてしまった。
本人にとって相当恥ずかしいことを言ったようだ。バレてる。先ほど涼香先輩がやったように、それはもう問いかけではなく隠し持った確認である。こいつはどこまで僕と部長さんのことを知っているんだろうか。まあ一応ごまかすように視線をそらし、空笑いをして返してしまった。まあちょっとね、急にチャラくなっちゃったよこの子。さっきのいいセリフ全部ダメにしちゃうくらい雰囲気ぶち壊しちゃって。まあ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 、夢の第一歩ってところでしたっけ。まあ確かにね、そう夢をね、諦めてっつうか、話して、それ何をするかって言われると確かにわかんないから、やっぱ脅されてる説は濃厚なんだよな。確かに何らかの理由があってやめたにせよ、その後何をするか、その目的ははっきりしない。というか本意でないのであれば、部長さんはどこへ行き着くことになるのだろう。考え疲れたのか、机に寄りかかって伸びをしながら、夏の月をぼやく。部長さん言ってたんです、もうそこは俺のプライドじゃないって。多分ですけど、そこはって言ってるので、別に新しいプライドができたってことじゃないですか。多分これも推論なんですけど、会社じゃないですか。もしね、会社引き継げって、もうもしかして何プラスの方で脅されたってこと。今バカも会談するなら会社継がせてやるみたいな、そういった感じ。はい、多分ですけど。まあ、この流れで行くならだよね。まあ、結局、憶測抜きを立ってないから、結局、部長さんに聞くしかないんだけどね。あ、でも、本意で言ったのでないとすれば考えられるのは。いや、で、そこに最強アビタが出るかって言われたら、なんだろうな。それに得をする人といえば。まあ、結局そうなるよな、あのクソジジイがよ。水木先輩呆れても、重い重いため息を吐く。その後、なんかもう憎たらしげにギリッと激しいした。おう、どうした夏之助くん。突然夏之助の方向が部室内の空気を振動させ、驚きでみんなの体が大きく震えた。何、どうしたの。気でも震えた。まあ、まだジョークを言える余裕はあるっていうのは、まあある種安心していいのかもしんねえな。まあ、それさえ言えなかったらな、シリアスムード増してぐらだもんな。本当に？胸の内ポケットに手を入れ、ゆらゆらりと少し怪しげな足取りで夏之助に近づいていく。その様、猟奇殺人者のそれに似てる気がする。本物は見たことないけど、怯えたような表情を浮かべたまま、一歩後ずさる夏之助だが、教室の壁はそのタイルを塞いだ。水木先輩は右手が引きながら、そこに愛獣、バスターライフル、適当だった。逃げられた。どうせ反動感じゃないよ、それ。叫ぶような表情で総口にし、銃口を夏之助に向ける。いやー、部長さんがいなくなると今度夏之助くんがそのポジションになるのか。ご愁傷様です。ふうと大きいため息を吐いてから、水木先輩は拳銃を再度胸ポケットにしまった。まあ、結局あのクソジジイのせいっていうことで。あー、意外と気が立って、やっぱジョーク言えるぐらいなんで、やっぱこういう時はね、やばいな、イライラがね、募っちゃうんだろうな。涼香パイセンがもうある種癒しかもしんねえかを、ちょっと頼みます。部長さんがいない今、涼香パイセンが癒しをね、やってくるような。家で大きく拳を振り上げて、涼香先輩が張り切っている。尻尾がせわしなく動いているらへん、きっとそわそわしてるんだと思う。行動って具体的に何をするんですか？お、安定の会社に殴り込みか。まあ、こういうのって、フィクション作品、漫画とかではよく聞くけどさ、いけるか？ノベルゲームってさ、あんま漫画とかと違ってさ、まあ、つっても僕、正直ノベルゲームって獣ゲームの猫じしなり、ラグラウンジなり、カモネイゴなりとか、そんぐらいしかやったことないんだけどさ、ノベルゲームの印象って結構、リアル追求っていうか、若干現実に即したような世界観や倫理観っていうのもあったりするからさ、会社に殴り込みで、はい、さよならってなりそうなんだよな。さ、漫画見て、うおーみたいな、戻ってこい、行きたいって言え、行きたいみたいな展開になるかな。なるようになれみたいな感じか。まあ、やりますか。もう片方の拳を上げて、高々と吠える。一人盛り上がっているが、周りが完全に置いていかれていて、ものすごい温度差が生まれていた。もしくは部長さんの真似かな。まあ、殴り込みはともかく、行ったとしてどうするんですか。クーだか、それが強引すぎるんだって、やり方が。
いやだから水木、お前こういう時にクレバーというか冷静になってくれ、言った。冷静かつクレバーになってくれ。手をボキボキとわざとらしになるし、いやらしい笑みを。これやめろ、お前本当問題になるか、マジで。クソ、ノベルゲーム、アドベンチャーゲームの倫理観とか価値観っていうのは結構現実に即してる部分が多いからな。彼らがあの前科一般というか、あれだな、少年院に連れて行かれることが非常に不安になってしまうけど、やるしかねえ。まあほどほどにね、ほどほどに犯罪にならない程度にやっていこうぜ。捕まらない程度にな。水木先輩は同様にどうもない意味を浮かべて眼鏡をかけ直す。水木先輩はなんだかとてつもなく陰湿なことを言いそうだし、謎つけに至っては部長さんと水木先輩の時の例がある。結果どちらもあまりいい予感はしない。まあ今回は味方についているということに期待しているのだろう。決まったとはいえ作戦がなさすぎる。それでもこの後考えるのか。みんなが僕を見る。全員同じ気持ちなのか聞くまでもないんだけれど、こういうのは全員が言葉を用いて賛同しなければならないのだと、この部活入って学んだ。だから僕も笑って答える。こんな状況で心が高揚している自分に少し呆れたが、まあ、きっとこの部活に入って感化されてしまったんだろう。今では僕も歴史としたバカであるよ。お、ここバカ部のバカ回収的、そういうこと。いや、あとさっき、クソ、お前ら犯罪を起こすのよ。じゃあ部長さん取り返しに行きましょう。作戦がないのか不安だけど、クソ、いけるか。バカ部ですって言えばもう大体許されるかな。一旦念のためセーブしとくか。いつ選択肢来てもおかしくねえからな。てかセーブ出たら埋まる。セーブ出たら埋まるな。よいしょ。へえ、ああ、やっぱベンチャーというか、やっぱだんだん大きくなったっていう感じだね。まあ、どの会社も普通は最初ちっちゃいもんな。そっからうまくいって軌道に乗ってどんどんでかくなるんだな。まあ、でかくなったからこそ失うものもあって、結果その部長さんが言ってた死んだ目をしてるような従業員たちっていうお話になるんだろうと。そうなんですね。まあ結果は出してるんだもんな。僕らは社会を知らない子供だ。実際社会がどれだけ厳しく、どれだけ物を犠牲にしなければ成り立たないかなど想像もつかない。でもだからこそ言えることがあるんだ。そう信じて僕たちは今ここに立っている。そういえば作戦とかあるんですか。おっ、ギリギリバレないような作戦あるけど、制服姿バレバレじゃねえこれ。せめて私服で行くとか、シルバー巻くとか、なんかあるだろう。なんかない。お前せめて制服脱げ行ったん。その中のパーカーとかでやればまだそれっぽく、あのワンチャン大学生っぽく見えたり、なんか顧客に見えたり、顧客には見えないかもしんないけど、まあ、いや、ふとした問いに水木先輩笑顔で答え、携帯を取り出した。誰か助っ人でも呼ぶんだろうか。三浜先輩出てくるかな。僕三浜先輩今でも忘れられねえんだよな。水木先輩人脈であればいろいろな方面の人が集まってくれるんだろう。そう考えるとなんと心強いことだろうか。誰かしらの番号を検索して通話する。あ、直接だったわ。社長本人。まさかの人物を思わず声を出して叫んでしまった。きっと部長さんのお父さんが見下ろしているんだろう。水木先輩は上の階に向かって手を振り始める。いや、まあなんかごちゃごちゃって前科もらうよりかは、確かにこうやってもう直接対決した方が一番いいのかもしんねえな。糸に気づき二人とも上に向かって手を振り始めた。何その順応性の速さ。驚くとかしないだろ。いや、アビタコも振っちゃい振っちゃい。とりあえずお辞儀して、おー、いいで、便乗してけ便乗してけ。笑いながら喋っているが完全な先生服だよ。と言っても子供の僕たちが一体何ができるかって言われたらな、できることって限られまくってるけどな。これではより一層警備が強くなったりして会えないのではないかと心配だった。短い通話が終了し、水木先輩は携帯を閉じる。部下を乗り越えるってなんだ、そんなバトル漫画じゃねえだろうなこれ。それで状況悪くなってませんか。まあ確かにね、結局警察呼ばれるのが怖かったからな。僕もさっきからうだうだずっと言ってるけど、まあ、先生と堂々と戦える。まあ一応お互いルール設けたっていう、まあそういうもんなんかな、わかんないけど。まあなるほど。僕らがそのまま入っていったところで、基本は部外者、警備員を追い出されるか最後通報されるかどちらかで、それを考えるとあちらの状況を飲み続けて立ってもらった方が何か都合がいい。へえ。相手の性格を把握しつつ利用していく、その水木先輩らしいやり方はこの場所をかなり、あ、この場合か、この場合かなり有効のようだ。とてつもなく心強い。メガネをスッとかけ直して水木先輩は戦場を切って歩を進めていく。部下を乗り越えるとそんなバトル展開なんのなるのかな。いや、けどそっか、バトルメンツあるんだったら、けどこれそんなアクションゲームっつうか、そういうジャンルじゃねえからこれ。まあいいけど、もうバカ部のジャンルについていくしかねえ。僕は流れに身を任せる。それのみよ。後の僕らは全員が顔を見合わせ、ゆっくりと覗いてから
水木先輩の後ろへとついた。後ろか今の。あ、そうじゃねえや。後でもねえや。自動ドアくぐるとかなり広めのエントランスへと導かれる。空間広く見せるためか、1階から最上階まで全て吹き抜けになっており、南側の窓から優しい引きの光が差し込んできている。まあ、全体的な清潔感のある雰囲気で統一されており、少しばかり外国を彷彿とさせる何かを感じていた。正面にはセキュリティゲート。左手には受付。セキュリティカードを持たない僕からとりあえず受付へ進む。まあ、水木がいればね、まあ、秘書の息子だから、まあ、わりかしなんか顔パスとかいけるのかな。エレベーター4階。最上階には行けないよな。優しくほほ笑み、優しくほほ笑み、お辞儀をすると、開かれたゲートから中へと入っていく。同じように僕らお辞儀をし、そそくさと中へと入る。辺り見渡すと、少し離れたところにサーバルームを見つけた。あんなにたくさんの機材を一体誰が管理してるんだろうと、他人事ながらに思ってしまう。田舎、今田舎ですから仕方ないです。僕も田舎だし。水木先輩に、これ何これ、バカ部さ、バカ部っていうタイトルの割に難しい感じで来てさ、いや、一番のバカはプレイヤーであるお前だみたいなこと言われてるような気がするんだけど、きっと考えすぎなんだよな、ここまで来そう。さすがに氷雲さん、そんな厳しい人は組んでねえと思うんだよな。うん、バカになって楽しくやってねえみたいな思いがあるから、きっとこの辺は、単純に氷雲さんのね、あの知識力の高さが出てるだけだから、きっと大丈夫だ。まあ、慌てて前を向いた。りょうかって、まあ、未だにポケーとしながら周りを見ている。謎の助け、興味のつげにただひたすら前だけを見ているが、脂肪がブンブン触れているところを見ると、それなりに興奮しているようだ。エレベーターに入ると水木先輩が4と書かれたボタンを押し、閉じるボタンを押して扉を閉める。上に上がっていく重力を感じながら、今更ながらこれから自分たちが行おうとしていることの大きさに実感し始めた。あ、いえ、むしゃぶりとか単純にビビってるだけです。まあ、いざった時はメガネ外した水木と、あと両下パイセンに任せてもらうやった。冗談めかした口調から一転、子供を慰めるように優しく諭してくれる。多分慰めるだと思うんだよな。なだめるか、今のなだめるだ。多分乗り流れで読むのはなだめるの可能性の方が高い。てか部長さんは本当にここにいるのかな。グッと力こぶ作って見せる涼香先輩に半年前に出来事を思い出し苦笑する。助かりますけど、張り切りすぎて相手病院するとかやめてくださいね。それ本当に前科ついちゃうから。それで今度涼香パイセン消えたら、もうバカも永遠にもう戻れなくなっちゃうから、みんなほどほどにな。ありがとうございます。相手は完全にボコってしまいそうな涼香先輩が守ってくれるなら、なんと頼もしいことだろう。でもこうやって守られるばかりではいられない。僕もできることしたけば、なんかサーバーぶっ壊す、やるか。一度深呼吸し、弱気になる心を無理やり奮い立たせる。同時にチーンと目的の階へ到着した知らせの音が鳴り、同時に再度覚悟を決めた。いや、そんなバトル展開なんだよな。大丈夫だよな。はい、もしかしたら知識バトル、クイズバトルかもしんねえから。それに僕は5000ペリカ行きます。いや、バトル展開になるくせえな、これちょっと。BGM がそれ臭くなってる。クソ、やるのか。くぅ、このゲームのジャンル、いろんな方向性に行ってるな。アドベンチャーゲームだけどね、なんかいろんな描写を楽しんでいくのがバカ部ってことやな。ということでね、ちょうど切りもいいのでね、一旦今回この辺で終わりにしたいと思います。結構終盤なんかな、これ。まあ、気になるところであるけどね。で、次回、バカ部だけどバトル展開、こうご期待くださいませ。いや、多分バトル展開だと思うんでね、ここで急にクイズバトルだって、まあ、どっちにしても水木いるから勝ちかもんちゃじゃあ勝ちです。だからプログラム対決とかになったら僕がいるんで勝ちです。もう無敵です。よろしくお願いします。それではね、今回もご視聴ありがとうございました。また次回のね、バカ部実況お楽しみください。またね、ぜひバカ部を通じてアビダが興味持ってくれたらね、ぜひ他の動画見てくれたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんね、ゆっくりお休みくださいませ。僕もこの後爆睡して明日の仕事に向けて頑張りますんで、よろしくお願いします。じゃあねー。